それが強いのはなんとなくわかるでしょうか。それで海際は特に強いので、まっすぐ北に向かうのはやめて内陸に入ってきました。江差しと音威根っこを結ぶ道を走ってます。途中で川を抜きながら走ってます。まあ、内陸に入ったら風は弱いんじゃないかなって思ってます。はい、そんなことで、江差しから来ました。はい。